介させていただくと、まあ、そういうユーザーテストのツールを使って、まあ、お客さんが、まあ、御社のアプリを使われたとして、でそれを、まあ、うまくこう使い続けてくれるみたいな制約率の部分、例えばこう EC サイトとかであれば最後まで購入をしてくれるとか、そのコンバージョンレートのところの向上に、まあ、ユーザーテストを使って、まあ、貢献をしますというような会社になっています。で、まあ、手前味噌ではあるんですけれども、大体こういういろんな企業さんに使っていただいておりまして、ジャンルで言うとですね、まあ、メディア系、まあ、飲食系の、まあ、食べログさんみたいなメディアだったりだとか、あとまあ求人系のメディア、まあ、そういうのアプリも出されているので、そういったアプリ、あとはまあゲームも、まあ、ガンホーさんだったりとか、いろんな、ゲームの企業さんに使っていただいたりとか、まあ単純なツールのアプリとか、まあ、いろんなジャンルの、サービスに使ってもらっています。で今回お話しするのはですね、まあ、ユーザーテストを使えば、アプリを、まあ、簡単にですね、高速に改善することができますよということで、さっきまでの、講演のお話っていうのは、まあ、じゃあいかにこうアプリをこう効率的に開発するかっていうところだったと思うんですけれども、まあ、開発してやっぱり終わりじゃなくて、実際にユーザーさんに価値を届けてこその、アプリだと思いますので、まあ、その部分をいかにこうかい、効果的に改善することができるのかっていうのを、まあ、ユーザーテストを用いながらちょっと ご紹介させていただきたいなと思っています。で、まあ、そもそもですね、まあ、ユーザーテストとはっていうところをまず、ご説明させていただきます。結構その今回エンジニアさんの方が多いと思うんですけれども、まあ、ユーザーテストって実際にそのデバッグとは全然違うもので、まあ、自分たちで、まあ、使えるかどうかっていうよりかは、まあ、使いやすいかどうかとか、ユーザーがその価値を、ちゃんと理解しているかどうかみたいなところがユーザーテストをする目的になっています。で、まあ、そもそもですね、ユーザーテストをとはっていうところでいくとですね、まあ、ユーザー体験 UX って最近よく聞くと思うんですけれども、そういうユーザー体験を可視化する最もまあ効果的な手法の一つっていうのが、ユーザーテストだと、私は理解しています。で、まあ、そもそもですね、なぜ UX が重要なのかみたいなところでいきますと、まあ、今までって言っても、まあ、本当に 2,3 年とか前までは、アプリをまあ作れば、まあ、今までなかったような機能を、作ればですね、ユーザーさんは使ってくれてたんですけれども、まあ、最近はもう本当にいいアプリが揃っていて、ただ作っただけではやっぱりユーザー使ってくれないです。で、それはまあ理由の一つとしては、まあ、競合アプリがたくさんあるんでいいのを使えばいいやっていうユーザーもいますし、あとはやっぱユーザー自体のリテラシーが非常にやっぱり高くなってきていて、まあ、ちょっとバグがあるとか、ちょっと何か不具合がある、使いづらいみたいな、体験をしたらやっぱりすぐやめてしまうっていうユーザーが多いので、まあ、そこを改善する、まあ、素晴らしい UX を提供するっていうのが非常に重要になってきてます。で、そこでまあユーザーテストとはどういうものなのかっていうものなんですけれども、ユーザーテストっていうのは従来ですね、まあ、こういう会議室、もうちょっと狭い会議室にテスターの人、まあ、被験者、実際のユーザーさん、ターゲットとなるユーザーさんをお呼びして、まあ、自分たちのアプリだったりとかサービスを使ってもらうっていうのがユーザーテストになります。で、ユーザーにはですね、タスクっていうものを提示して、まあ、それを実行してもらいます。例えばまあ EC 系のアプリだとすると、まあ、〇〇という商品を探して最終的にまあ購入してくださいみたいな、ユーザーの目的とするようなものをタスクとして提示して、まあ、その、観察者という人が隣にいると思うんですけれども、その人たち、その人が、実際にユーザーが、そのタスクを迷うことなく完了できるかどうかみたいなのを観察します。で、モデレーターっていうのが横にいるんですけど、モデレーターとは、まあ、そのテストの司会進行役みたいな人になります。で、ここで重要なのはその操作シーンを、確認、まあ、観察するっていうところと、あとまあ思考発話ってあるんですけれども、ユーザーに思ったこととか感じたことっていうのを声に出して発話してもらうっていうのが非常に重要です。で、やっぱりそのなんでこうユーザーはそういうふうな動きをしたのかっていうのが、まあ、後々のその改善につながってくるので、まあ、そういう思考発想を引き出すためにこうモデレーターが隣にいたりとかします。で、まあ、アンケートで、まあ、そういう、なんていうんですか、テストをすればいいじゃないかとかっていう声もあったりするんですけれども、
本当に実際にユーザーの観察、あの行動を観察するってことが大事で、その理由の一つとしては、やっぱ人間ってこう自分の思考を完璧に言語化することができない。でそもそもこう、例えば迷ってたとしても、それが迷ってるってことに気づいてないユーザーがいたりだとか、アンケートにしてしまうと、書くのがめんどくさいんで、全部書いてくれないとか、レビューとかもそうですね。で本当の理由がわからなかったりするので、ユーザーの行動を観察するっていうのが大事になってきます。で、ユーザーテストをするにあたって、有効なタイミングっていうのがいくつかありまして、これは、サービスを企画する一連のフローで、市場調査から入って、要件定義とかをしてデザイン設計して開発をして、サービスリリースしてっていうような流れなんですけれども、大きく分けると、3つですね。デザイン設計しているタイミングで、テストができます。でこれは、実際開発はもうせずにモックアップなどの、今最近だと、プロットっていうサービスがあったりするんですけれども、それを使って簡単に、ワイヤーフレームと、モックアップが作れるようになっています。で、そこで、テストをして、やることでも本当に簡単に、ユーザーがそのサービスの価値を理解できているかとか、それが有効かどうか、そのデザインが有効かどうかっていうのを検証できます。やっぱりなんか全然開発をしててもうユーザーが全然こう使ってくれないとか気づいてくれない、それがデザイン上の問題だとしたら、やっぱりエンジニアさんって結構がっくりくると思うんですよね。でそういうものをなくすために、まずはじゃあ事前にモックアップの段階でテストしてみようと。でそれが問題なければ実際開発して、でリリースの直前にテストをする。で最終的にリリースすると、次は集客っていうフェーズになってくるんですけど、機能追加とかをしてくるとユーザーの体験ってどんどん変わってきたりするので、じゃあこうリニューアルみたいなタイミングで、ユーザーテストをするっていうことが多いです。で、こういう人たちにおすすめです、ユーザーテストするのおすすめですっていうことなんですけれども、すでにサービスをリリースしていて、定量的なデータ、アナリティクスみたいなものでデータを取られている方々で、まだ全然取ってない方もそうなんですけれども、ユーザーテストすると実際の行動が分かるので結構効果的ですと。で本当にこれから新しいサービスを立ち上げていくっていう方、さらにサービスのリニューアル予定している方、ほとんどの方におすすめですっていうのを書いてるんですけど、もう一つちょっとうちのお客さんで多いのは、上司とか、現場のスタッフを説得したいと。で、エンジニアの方もしかしたらあるかもしれないんですけれども、自分が作った機能がユーザーに使われてないと。でデザイナーはこのデザインがいいんだみたいなことを主張してるんですけど、それって誰のこう意見で、そのデザインが決まってるのかみたいな疑問に思うことってあると思うんですよね。でデザイナー、素晴らしいデザイナーがの意見がやっぱいいんじゃなくて、実際にこうユーザーの意見っていうのがやっぱ一番重要視されるべきなので、べきだけどやっぱりそのデザイナーに意見するのって難しいみたいなことって結構あると思います。でユーザーテストをすると、実際にそのユーザーが迷ってるとか困ってるみたいな動画、シーンを、見せることができるので、本当にこう説得力が増すんですよね。でユーザーがこうしてるんでこういうふうに改善しましょうよっていう、社内の人たちへの、コミュニケーションツールとしても使えますというところです。ユーザーテストって素晴らしいというか、絶対に必要なものなんですよっていうのが前々から言われてはいたんですけれども、ユーザーテストがあまりできてない理由の課題みたいなのがいくつかありました。でそれがですね、外注するとですね、割と100万以上とか1回のユーザーテストに対してかかってしまったりだとか、あと1回テストするのに1ヶ月ぐらいかかると。で日々こう改善していかないといけないっていう中でですね、そのテストで1ヶ月も待つっていうのは、今の開発スタイルにあまり合ってないなというところで、自社でじゃあやろうかってなったとしても、実際にそのユーザーさんを連れてくる、社内に連れてくるみたいなところって結構手間がかかったりだとか、あとテストをする上でやり方が分からなかったりするので、結局あまり効果のあるテストができなくて、しかも間違った方向へ、解約してしまうみたいなことが起きたりします。でそれを、こういう問題を解決するのが、リモートユーザーテストって言われるものでして、ちょっとこれもうちの紹介になっちゃうんですけれども、UI スコープが、
うちが、提供している US コープはそのリモートユーザーテストというものになっています。で、まあ、簡単に言うとですね、オンライン上でそのユーザーテストが、完結しますと。で、会場にユーザーさんに来てもらわなくても、まあ、本当にオフィスで座っているだけで自分が作ったサービスをユーザーが評価している動画が見れますというサービスになっています。で、まあ、これを使うと、まあ、大体20分の1の価格と時間ぐらいで、まあ、テストをすることができるということで、まあ、リモートユーザーテストが今の開発スタイルになった本当にアプリを高速に改善するための手段っていうふうになってます。で、実際どういう仕組みでやってるかというとですね、まあ、結構シンプルなんですけど、まあ、30万人ぐらい、まあ、うちの場合は、モニターが全国にいまして、その人たちにテストをしてもらうというものになってます。で、結構ユニークなポイントとしては、ユーザーに専用のウェブカメラだったりとか、その撮影器具みたいなものを無料で、配布しているので、実際に自宅でサービスを使っている操作シーンというのが、動画で確認できますよというものになっています。で、どういうものかというと、これはその撮影器具を使って、やってます。で、これはチラシのアプリをユーザーにテストしてもらってます。届いたチラシを見てください。なお、チラシの裏もちゃんと見てくださいとありますね。で、まあ、自分の位置登録とかするんですけど、自分の自宅の周りのスーパーのチラシとかが本当に届くようなアプリになってます。で、これを、まあ、タスクとしては、自分が興味のあるものと興味のないものに振り分けてくださいねっていう内容のテストをしてもらってます。あ、なんか入ってしまいました。今のはちょっとそういうつもりはなかったんですけど、大特賞、うん、あ、ここに詳細が出てきますね。ただもう少し拡大できてほしいですね。それと動きやすすぎます。少しちょっと無駄に感性がついてしまっているので、ちょっと前に出してみたいなと思ったらどっちかに入ってしまうことがあります。感性はこんなにつけてほしくないですね。ゆらゆら動きますみたいな通り。これ実際のモニターの UI ソフトのモニターがおしゃべってくれてる。あ、また入ってしまいました。そうですね、骨パン、これは言いませんね。はい、一旦ここでちょっとストップします。まあ、今みたいな感じで今のは結構分かりやすい事例としてピックアップしてるんで、結構これを見ると、まあ、営業の時とか使ったりするんですけど、なんか笑うクライアントさんがいらっしゃるんですけれども、実際その、その後ですね、テストをしてみると自分たちも結構同じような問題がわんさか出てきて、なんか笑えない状況になってしまうみたいなのが本当にたくさんある、見てきましたので、ぜひちょっと危機感、まあ、もしユーザーテストをしてないみたいな企業さんがいるのであれば、まあ、危機感を持っていただきたいなと思っています。で、こういうユーザーテストって実際こう何人ぐらいの人たちにテストすればいいのかっていうのをよくご質問を受けるんですけれども、これもあとニールセンっていう、ユーザビリティテストの研究をされているような方がいまして、その人の研究の結果で、まあ、5人でユーザーテストをすると大体 85% ぐらいの問題点を発見することができますという、まあ、テスト結果、まあ、研究結果が出ています。で、これ横軸がテストのユーザー数で、縦軸がその発見できる問題の発見できた問題の数ですね。で、5人のところで 85% ぐらいの問題発見ができたということで、それが、横軸15人の部分になってもあんまりその発見できる問題の、パーセントっていうのは変わらないんですね。であれば一気にこう15人とか20人テストするんではなくて、1回のユーザーテストでは5人ユーザーテスト、5人でまあテストをして、それをまあ繰り返し、テストしていきましょうというのが、非常に効率的なユーザーテストになります。はい、で、今までがですね、まあ、ユーザーテストの本当の概要みたいなところになってまして、で、まあ、ユーザーテストこう実際に本当にやってみないとちょっとよくわからない部分だったりするので、今からですね、UI スコープの今までの過去のこうちょっと事例みたいなのを、ご紹介して、まあ、具体的に、
どういう問題が見つかってどういう改善をするとどういう効果があったかみたいなところを、ご紹介させていただきたいなと思っています。で、まあ、私の希望としてはその、事例みたいなのを知って、まあ、ぜひ明日からこうユーザーテストをしたいというふうに皆さんが思ってくれればいいなと思います。で、まあ、これ皆さんに質問、まあ、ちょっと手を挙げてくださいとかはもうやらないんですけれども、まあ、あのユーザーテストから発見される問題で多いのはどちらでしょうかっていうので、A が、まあ、特定の操作ができない、まあ、さっきの動画であったようなものですね。で B、サービスの特徴を理解していない。で、まあ、これちょっと考えていただきたいんですけども、実際、うちで、まあ、先ほどの1500件ぐらいですねテストをしているっていうふうに言ったんですけれども、圧倒的にですね B のサービスの特徴をそもそもユーザーが理解していないみたいなところが非常に多いです。なのでいくらなんか素晴らしい機能をつけたとしてもユーザーがそれに気づいてないみたいな、非常にこう残念というか機会損失が起きてしまっているケースっていうのが、多く見られます。で、まあ、その問題点の原因としては、まあ、開発されている企画開発されている方ってもうずっとそのサービスのことを考えてやられているので、まあ、ユーザーこう考えてくれるだろうとか、これはまあこういうものだみたいな結構当たり前の、まあ概念みたいなのが生まれてしまってるんですね。それに対してまあユーザーは本当にフレッシュというか何もないままそのサービスに触れるので、まあ、そこでその開発者とユーザーのギャップが結構そのサービスの理解度に対するギャップが生まれてしまってるっていうケースが多いです。で、まあ、その事例の一つなんですけれども、これ EC サイトで一定の期間、1ヶ月間だと返品無料ですよっていうような、EC のアプリですね、ありました。で、企業側では PC のサイトに比べてもアプリを出したんですけど、購入のコンバージョンレートが異常にこう低いっていうような、データが取れてしまったと。で、アナリティクスというかそういうデータを見てて、購入のコンバージョンレートが低いっていうのは分かるんですけど、じゃあなんで低くなってしまってるのかっていうなぜの部分が結構分からないっていうので、うちに相談が来て、じゃあユーザーテストをしてみましょうという提案をしました。で実際に、まあ、する前にですね、クライアントさんの方では、まあ、購入カートの、まあ、UI が悪いんじゃないかとか、ページの UI が悪いんじゃないか、画像がちょっと小さすぎるんじゃないかとか、まあ、いろいろ課題を、仮説を考えてたんですけど、実際まあ具体的なこう解決策みたいなのを見つけることができなかった。はい、で、実際ですね、ユーザーテストをするとですね、まあ、5人中4人が同じようなコメントをしていました。で、それがどういうことかというと、まあ、初めて買うブランドなので、サイズ感がわからないですね。まあ、これは当たり前のことなんですけど、まあ、EC サイト、EC 系のアプリとかって、それがずっと課題だと思うんですね。靴のサイト、靴の EC とかだと靴のサイズがわからないとか、まあ、帽子とかもそうですね。でそういう同じように、まあ、サイズがわからないですという意見がたくさん出ました。でもこれですね、企業側とすれば、まあ、先ほど冒頭でも言ったんですけれども、これは、一定期間、まあ、1ヶ月間返品無料の、EC ということで、まあ、返品無料なんでサイズがもしわからないんであれば、まあ、靴だとすればそれを2つ注文して、まあ、ある商品に2サイズとか3サイズ自分の近いものにを注文購入して、サイズ合わないものを最終的に返品するっていうような使い方をしてくればしてくれるだろうと、企業側は、まあ、期待していました。でコンセプトも、まあ、そういうコンセプトでやっていたんですけれども、まあ、実際は、まあ、ユーザー側はですね、返品無料っていうのは、まあ、結構大きく書いてたんで気づいてはいるんですけど、返品無料を、まあ、どのようにしてこう自分にメリットが、まあ、享受されるのかみたいなところを理解してなくて、やっぱ2サイズ同時にこう購入するって普段の利用では考えられないことなので、まあ、そういうこと購入の方法があるっていう発想が、まあ、ユーザーにはそもそもなかったっていうのが、まあ、ユーザーテストでは分かりました。でこれってまあ企業側と、まあ、ユーザー の, その特徴の理解度に関するこうギャップみたいなところなんですよね。で解決策としては、まあ、利用方法について、まあ、そういう2つ注文して1つ選ぶで最終的に返品してくださいみたいな、利用の流れっていうのを本当に簡単なスライドで、3枚ぐらいですね挿入することで、購入の
コンバージョンレートっていうのが開始後2ヶ月で 1.4 倍にこう上がりましたと。で、まあ、これは本当に直接的に、購入にの、まあ、売上に貢献したような事例なんですけれども、やっぱあのテスト終わった後にですね、自分たちだったら絶対にそういう発想は出なかったっていうような、まあ、ご意見をいただいて、やっぱり作ってる側っていうのは、まあ、これは当たり前だろうみたいなところがあるので、そこはまあユーザーじゃないとわからないですよっていうところもあります。で、まあ、もう一つ同じようなもので、これは、iOS アプリで、まあ、過去の思い出をプッシュ通知で、毎日こう思い出させてくれるっていうので、まあ、過去に撮った写真があると思うんですけど、それを毎日毎日、2011年7月8日はこういう写真撮ってましたよ、あなたはこれ誰々といましたよみたいなのをこう通知することで、思い出を思い出させてくれるっていうようなアプリがありました。で、実際、まあ、これはリリース前に検証をしたんですけれども、その企業では、まあ、専門家評価みたいな形でいろんなこう UI の評価みたいなのは事前にやった上で、まあ、実際のユーザーにも使ってもらいたいということでうちに依頼が来ました。で、実際テストしてみるとですね、アプリの中身自体はあんまり問題なかったんですけれども、一番最初の、アプリの起動直後にプッシュ通知のダイアログがこうポップアップで表示されるんですけど、それを、承認する人っていうのが5人中誰もいなかったんですね。で、中にはもうこのダイアログの内容とかも読まずにこう EA を連打してる、まあ、許可をしないっていうのを連打してるっていうユーザーがいたりとか。で、このアプリってそもそもそのプッシュ通知で毎日毎日こう写真を通知するっていうのが売りのアプリだったんですけれども、この段階でプッシュ通知許可してないんで、もうそのアプリをインストールした後次の日からはもう全く意味のないアプリをずっとこうスマホに入れてる状態っていうのがユーザーが続いてしまうっていうことがやっぱり分かりまして、で、社内でのこう専門家のテストって、まあ、そもそもこれをやらないと OK しないといけないっていうのが分かってるんで OK して、まあ、進めていくんですけど、ユーザーはそんな何ていうんですかね、まあ状況みたいなのが全くわからないので、まあ、EA をして進めてしまっていたと。で、そのアプリの起動直後に、ポップアップを表示させる、まあ、プッシュ通知の表示をするっていうのが結構多く見られるなと思っていて、で、まあ、プッシュ通知ってアプリにおける再訪問を促す本当に重要なアクションだったりするんですけれども、それをこう無防備というか、なんていうんですかね、まあ変なタイミングでこう使いすぎてるなというふうに非常に思います。例えば、まあ、これ簡単な例なんですけど、まあ、こんな感じで出会っていきなりですね、あなたにこう連絡をしたい、もしかしたらしかも1日に何回も連絡をするかもしれないんですけど、連絡を教えてもらってもいいですかみたいな、道端でしかもその人がこう誰かわからないような状況で聞かれて、まあ、あなたが、ね、教えますかっていうところなんですよね。でアプリの起動直後のプッシュ通知の承認も同じで、まあ、そのアプリが何なのかっていうのも全く分かってない状況で、そのプッシュ通知がしてもいいかみたいなの聞かれる。で、何に対してのプッシュ通知なのかっていうのが謎のまま、ユーザーはその判断をしないといけないということで、結構機会損失が起きてます。で、それに対しての改善策みたいなのが結構海外の事例で、まあ、これはグロースハックみたいな部分であったので、ちょっと紹介させていただきます。これはまあ UI スコープとかユーザーテストはあまり関係ないんですけれども、割と皆さんにへーって言われるので、紹介したいと思います。でこれはクラスターっていうプライベート SNS のアプリで、まあ自分、まあ、Facebook みたいじゃなくてもっと小さな自分の友人、たちの中でも写真とか動画とかいろんな、まあ情報を共有することができるっていうようなアプリになってます。もともとこの企業も、アプリの起動直後にプッシュ通知を出してたんで、のダイアログを出してたんですけど、まあ、それがあまりこう承認されないっていうので、改善をしたそうです。で、それが、まあ、プレパーミッションダイアログって呼ばれてるようなものなんですけれども、このアプリが、まあ、先ほど言ったようにプライベート SNS なので、まず簡単な、一番左のところなんですけど、簡単な、グループを作ります。で、そのグループに友人を招待、した後にですね、そのプレパーミッションダイアログっていうのが出るんですけれども、まあ招待して友人がそのグループに参加したら、その参加したことを、通知しますかみたいな、ダイアログが出ます。
でこれは iOS 側が出しているダイアログではなくて、まあ、こちらのアプリで実装しているようなものになります。でなぜアプリの方で実装しているかというと、iOS 側のダイアログってあれ1回しか出せなくて1回許可しないっていうふうに押されちゃうと、もうそれは表示することができなくて、ユーザーはアプリの設定のアイコンから、プッシュ通知の部分を再度オンにするっていう非常に面倒くさい作業、まあ、誰もやらないような作業をさせないといけないので、まあ、結構本当にそのダイアログというのを表示するタイミングが大事です。で、まあ、この、通じますかっていうので「はい」って押した人だけに、この iOS のダイアログを表示すると。なのでまあ流れとしてはこんな感じで、まあ、イエスを押した人だけにプッシュ通知を承認させる、プッシュ通知を出すと。でこれをやるとですね、まずそもそもそのユーザーは何のためにプッシュ通知が必要なのかっていうのをやっぱり理解しているので、95% の人が、はいっていうふうにプッシュ通知承認したいっていうふうな、まあ、回答をプレファーミッションダイアログでしましたと。で、実際の iOS のダイアログに移ったタイミングでは、100%、まあの人が、まあ、イエスと押した人の 100% が、もう本当に全員が、プッシュ通知承認を OK してくれたっていうような本当にこうクロスハックというべき、事例が出たそうです。でこれ面白いのはノーって押した人には、この実際の iOS のダイアログは見せずに、またその次の機会、次そのユーザーがプッシュ通知を欲しいっていう思うようなタイミングでまで、まあ、機会を待って、またそういうタイミングでプレパーミッションダイアログをこう出すみたいな、こう AB テストっぽいことをやってたりします。で日本の企業も、たまに見るんですけれども、これ、まあ、アイコンっていうファッション系の、サイト、これちょっと今このダイアログが出てないんですけれども、まあ、以前は、プッシュ通知はオンにしてくださいね。でなぜかというと、まあ、ブランドから新しい、新着の通知が来ますよとかセールの通知が来ますよっていうプッシュ通知を承認するメリットっていうのを事前に与えた上で iOS のダイアログっていうのを表示するようにしてました。はい。というのがまあこのプッシュ通知の承認の部分です。で、あとまあちょっとまた別の事例でいきますと、うちゲームのテストをすることは結構多くて、まあ、そのゲームも先ほどと同じようにまあデータは取っていて、まあ、この場合は利用3日目での離脱率が非常に高いっていう、まあ、課題があったんですね。アクション RPG ゲームだったんですけど、で、まあ、実際アナリティクス見ただけだったら、まあ、なんでその離脱してるのかがわからないのでユーザーテストをしましょうと。で、まあ、その場合はですね、まあ、アクション系のアプリの課金経験者5名に、まあ、協力してもらって、まあ、5日間じゃあ継続してユーザーテストしてくださいと。で先ほどの撮影みたいなのを20分使ってもらうのを計5日間やりました。そうするとですね、まあ、レベル、まあ出てきた原因としてはですね、強化アイテムについての理解が乏しいっていうのが、まあ、最終的な結果だったんですけれども、まあ、どういうことが起きてたかというと、レベル10、まあ、ちょうど3日目ぐらいの時にレベル10になるんですけれども、そのレベル10に到達した時に、まあ、出現するアイテムっていうのがありまして、そのアイテムの存在に、まあ、そもそも気づいてない。で、そのアイテム使わないと難易度がちょっと上がるので、ユーザーはそこをクリアできなくなってしまうっていうユーザーが結構いて、それでじゃあ離脱してしまってるんじゃないかっていう部分だったりだとか、まあ、あるユーザーはそのアイテムには気づいてはいるんですけど、それがまあ貴重なアイテムで、まあ、1回使うと消えてしまう、なくなってしまうんじゃないかっていう、まあ、実際はそのままずっと使い続けることができるアイテムだったりするんですけど、まあ、そういうふうに認識されてしまって、まあ、利用されてませんでした。でこういう問題があったので、まあ、本当に簡単な修正ですね。アプリの説明の文言だったりだとか、表示の位置の変更みたいなことをするだけで、まあ、3日間 の、 その継続率っていうのが 8.9% 上がりましたっていうような事例です。で今までこう紹介させていただいた事例プラス、まあ、うちでその過去にある事例でですね、その改善って実はめちゃくちゃその一から作り上げるみたいなことはしなくていいケースが多くて、やっぱりユーザーがちょっとと勘違いしてるとかちょっと伝わってないみたいな、問題が本当に多いので、そこは簡単に文言を修正、ちょっと文言を修正するとかレイアウトを変えるみたいな簡単な修正で、まあ、大きな、成果を上げることっていうのを、まあ、たくさん見ていきました。はい、というのがちょっとユーザーテストの事例になります。
で、まあ、ちょっと早いんですけど、まとめということで、まあ、ユーザーテストで、分かることは、まあ、そもそも開発側が想定すらしていなかった課題を、まあ、発見できるっていうところが非常に大きなメリットかなと思います。実際ユーザビリティでこう使いづらいみたいなところって結構慣れてるデザイナーさんとか社内の人が使えばここを使いづらいとかこのボタン見づらいとか文字見づらいとかっていうのは大体意見として出てくると思うんですね。そういうところじゃなくて、まあ、そもそもみたいなところが、まあ、特徴を理解してないよとかいうところが非常に、まあ、分かるっていうのが非常に、まあ、ユーザーテストの、まあ、いいところであるのかなと思います。でもう一つが、まあ、ユーザーの、ユーザーが迷ってる理由、そのなぜなんかユーザーが迷っているのかというところを理解することで次どう改善すればいいかという具体的なアクションというのが立てやすくなるんですね。なので、まあ、ユーザーテストというのは非常にこういいですと。でユーザーテストだけをやればいいのかというのはわけではなくて、やっぱりその定量的な、データというのはやっぱ非常にそのなんていうんですか、信頼度が高いものになるので、まあ、ユーザー定量的なデータで見て、理由がわからないときにユーザーテストを使うとか、ユーザーテストをしてその課題が出てきたのが本当にたくさんのユーザーに対して起こっていることなのかどうかみたいなのを定量的なデータと照らし合わすということをやったりしています。で、まあ、最後にもう一つなんですけれども、やっぱり一度作ったものっていうのはいきなりこう完璧にするというのは非常に難しいので、まあ、これリーンスタートアップで言われるものなんですけれども、まあ、繰り返し繰り返しまあ、作って、計測して、改善案を出してまた作ってみたいな、その繰り返しが非常に大切です。で従来のユーザーテストだとその繰り返しが、まあ、できなかったんですけれども、今ユーザーテストって本当に簡単にこうできるようになっています。でうちのサービス以外でも、海外のサービスとかもあったりだとか、実際まあ社内でそういう環境があるっていうのであれば、それはそれを使うに越したことはないと思うので、まあ、ぜひ繰り返し改善をするっていうマインドを持っていただきたいなと思います。で、まあ、社内でやるのが本当に大変だということであれば、UI スコープはまあ、テストの設計から最後の改善の部分のところ、改善の提案の部分までまるっと、お手伝いさせていただくことができるので、まあ、お任せくださいと。で手元にユーザーテストの UI スコープの資料というかチラシを、配布させていただいてます。でちょっとチラシを古いのを持ってきてしまったのか、今多分1人3000円って書いてると思うんですよね、チラシに。今1人5000円なんですよ。ただ、まあ、キャンペーンということでこの、会場に、まあ、このセミナーに来ていただいた方には3000円で、お提供するので、まあ、何かあれば私にご連絡ください。で、あと一応サイトの方でもですね、クライアント usscope.com っていうところでも無料体験版みたいなので、まあ、1人分のユーザーテストなんですけれども無料でできるようになってますんで、まあ、今までどういうユーザーテストやったことないっていう方はぜひこの機会に試していただければなと思います。はい、じゃあ以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。何かご質問ある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。とりあえず私からいいですか。結構アプリの改善をしていて、デザインをリニューアルして大ボケするアプリって結構あると思うんですけど、そうですね、結構マニアックな案件とかに対応できるんですか。そういう、リニューアルをしたいみたいな。そうです、つまり前のアプリを知ってるからこそ出せる意見みたいな。あ、それはできますね。結構うちでもそのクックパッ、まあ、サービス特定してターゲティングをするっていうのがあって、あるゲームをまずに使ったことがあるような方々とか、そういうユーザーを特定することでその既存ユーザーがどう思うかみたいなところは判断することができます。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。私も懇親会にいるので何かありましたらお願いします。はい、それでは、時間になりましたので、平井様、ありがとうございました。皆様、ありがとうございました。では、本日の、開発セミナーは以上になりますと。
で、隣の部屋に、懇親会の準備がすでに整っておりますので、ぜひとりあえずビール1本でもピザ1枚でも食べていただければと思っております。で、あとお手元に、アンケートがございまして、決してこれは強制ではございません、決して強制ではございませんが、書いていただけると後々の私たちのモチベーションにつながりますので、ご協力いただけると非常にありがたいと思います。で、結構私のプレゼンの最後に言ってたんですけれども、もし、ニフティクラウドモバイルバックエンドを使って何かこう具体的な案件とかがもしあればですね、懇親会とは別で、向こうの方で、営業の方とですね、お話しさせていただくみたいなことも可能ですので、もしそういうのがありましたら私であったりその他のスタッフの方にお声掛けいただければと思います。はい、以上になります。で、アンケート決しては強制ではないんですけれども、書かれた方からですね、隣の部屋に移動していただければと思います。あとデプロイゲートさんと平石さん、早めに向こう側に行っていただいて、皆さんお話しされると思うので、出られる方がいらっしゃいましたら、首に下げているカードだけは必ずご返却をお願いします。それがもし持って帰られると会社まで伺って取り戻さなきゃいけないという苦労が生まれるので、必ずご返却をお願いいたします。